先に進みましょう。遺跡、遺跡か。遺跡だ。なるほどね。トロッコ的なやつですかね。さあ、パネルにタッチ、上下左右にスライドでトロッコのルートを完成しろ。脱線させたらダメ。頑張っていきましょう。なるほどね。これは大丈夫。オッケーオッケー。これいけるでしょ。オッケー。全部使う必要はなさそうですね。なるほど、時間かかんのね。よし、なんか楽しそうだな。楽しそう。よし、オッケー。シビアじゃねこれ。なあ、待つ必要ないのか。ガツガツ移動させちゃってよかったっぽいですね。動き切るの待たないといけないのかなって勘違いしてた。あー見てる。なんだか静かになったわね。こいつ。こいつ。これミニゲーム要素あるんですかね。二人でこいつをやり合おう。なるほど。そういうことね。彼女がこいつした場所と回数、順番をしっかり覚えろ。知らんって。そういうことね。一回一回やるんだ。空振りしたんだが。
結構シビアじゃない？今んとこ同じ位置ですよね。連続っていうか。お。間違えました。もう一回かな。よーし、できましたね。ありがとうございます。何だったんだ今のは。すごいとこいるな。うわとんでもねえこと。うわうわ、素潜りやっていきましょう。完全にやばいやつじゃないですか。最初からやばいけどさ、主人公にタッチ、進ませたい方向にスライドで海中を移動せよ。時間内に彼女の元へ向かえ。魚や爆弾に当たったらダメ。了解です。こんな感じね。で、上画面にいらっしゃいますね。めっちゃ飛んでるんだけど。おお、マジか。よし、オッケー。容赦ないな。よし、オッケー。結構入るタイミング難しいんだよな。でかいでかい。今いける。よし、ノーミスですよ。ありがとうございます。ノーミスで一発クリアは初めてかな。どうだろう、どうだっけ。まあいいや、ありがとうございます。
クリアできればよしです。なんだなんだ、なぜ私の愛を受け入れずその女とばかり仲良くするんですか、ヤシガニ。登ってる、追われてる、担いでる、投げてるめっちゃ肩強えな。ライバルを落として攻撃せよ。木の上の方にタッチで主人公が移動、タッチしたまま左右にスライドでライバルが落下。そういうことか。うわーなるほど、順番とかも考えた方がいいねこれ。でけえ。これなんか攻撃とかしてこない、大丈夫。おお、危ねえ危ねえ。当たったか。うわやってしまった。でも勝手は分かったんで多分大丈夫。あー間に合わなかったか。さあここからですね。一応どの位置からダメージ当てても大丈夫な感じだね。しまった。よーし、倒せました、ありがとうございます。左側で3連続で当てられたのはでかかったね、ありがとうございます。約半分くらいしか覚えていないって言ってるんだけど、正気に戻ったみたいな解釈でよろしいですかね。まさかの吹き矢。
超展開すぎるな、それは。それは超展開だな。みんな来てくれてんだ。やっぱいいやつっすね。みんな注意するんだ。雪山は危険がいっぱいだ。ステルス。ステルス来ました。出たー。お、ひらめいた。仲間を雪に埋めて隠せ。すげえ発想だな、それは。仲間にタッチで当て身を食らわせろ。気絶した仲間の周囲にタッチ、仲間方面にスライドで雪をかけろ。え、どういうこと、どういうこと。もうちょい早くってことかな。結構早めにやった方がいいですね。ごめん、今クマにタッチしちゃった。どうなるのかなって気になって。なあ、関係なかったか。よし、もう一回やろう。あとですね、分かりました。基準が単純に埋まりきってなかったです。どうすか、そういうことでしょう。オッケー、ありがとうございます。サボテンだ。寒い寒い寒い、寝たら命が危険、ビンタ。やっていきましょう。そうだみたいな、そんな感じだね。ビンタっていうか、殴る気満々のモーションだったけど大丈夫かな。寝たら命が危ない、寝そうな仲間を起こせ。下画面にタッチ、左右にスライドで愛のビンタ、左右の矢印にタッチで違う仲間の場所を移動。いっぱいいるな。そういうことか。一つずれてましたね。なんでもない人ビンタしてたわ。ごめん。大丈夫かな。あー、よかったよかった、なんとか持ちましたね。むずくないですか。
おー、しゃぶねー。隣の人間違えてやっちゃう隣の人間違えてやっちゃうんだけど、すげえ申し訳ない。やべえ、多い多いよー、あぶねネタ寝るとそうなるんだ。よーし、危ねえ危ねえ。ありがとうございます。手がめっちゃ痛いです手がめっちゃ痛いです。おお、思い出が。そっか、早く見つけないとってことですよね。心配しなくていいよ、玉転がり。